じでした、休憩でも大丈夫だよっていうね。そうそう、どんなアトラクション作ってんの？どんなアトラクション作ってんの？新御堂とか大阪だな、それ海外から来るから新御堂ラジオやってる4車線お前な、もう十分撮れる、十分撮れますよ、綺麗よ。ウイチラジオ、ウイチラジオ、今日もだいぶ何時、今11時42分って入っても2時間弱経つけ、早いな。俺らがやったことはスパイダーに乗るっていう、そうやな、大きめのハンバーガー食うっていう俺らの過ごし方はほんまにいつも来てますって人の過ごし方お前住民票この辺にあるんじゃないかぐらいのみんな買い物通ってブワー走ってる中、歩く歩く歩く、トイレ行くわ、トイレが一番トイレが今一番熱いアトラクション、トイレ行くわ、翔くんなんか吸い込まれるように撮るのもう話も気にならん、俺は置いてるそうよ、久しぶりだからなんか何年ぶりよ、もう 3,4 年ぶりかな最初。でもな、圧倒されたよな、電車乗ってさ、圧倒された、ちょっと申し訳ない気持ちになった、若い子ばっかりやからいいんかな、ほんまにほんまに見られてる感じがしたもうちょっとで怒鳴ってたもんなって見るな、やめろ、注目しないで注目しないでやめてやめてって、いいね、たまには。でもまあ来んよ、こんなん僕らでどっか行ったことあるってなかなかないもんね。ない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 、レジャーをしたことが、俺らやっぱ基本的に自分らで川に飛び込むとかさそのなんか自分たちでアトラクション作っていくことはあってもやっぱ出来合いのもんって美味しいな食べやすいよ、食べやすい、出来合いのアトラクションってええわ、やっぱそうなる人集まってくんねんな、そう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 、やっぱりちょうどいいよね、人混みも久しぶりやわ、人混みそうやな、もうあんまないもんね、これでもだいぶ配慮してんやろうけどな、制限があるもんね、制限ある制限ある、入れる人数決まってるもん、そう、今日僕らの日だけ完売やってね、最初 なんかあんのかな、ほんまになんかイベントあんのかな、なんか単純にクリスマスツリーが復活するのでっていうらしい、なんかツリーは見れんの今日、ツリーはね点灯するらしい、時間来たら、シーさんあ あれ上手でしたねどんなちょっとこうなってるけど勘違いされてます、あれは上手ちょっと尖ってるけど後ろ映るかな、上手上手映るかな、生々しい後ろから後ろどれやこれか、生々しい、あ、一応映ってるわ、上手、一応映る、吊るされてますよ、うん、来たことない人びっくりするんじゃない、あんなどんだけ無知やと思ってんのなんだそうなんや、進んできた、そうそう、そんな待ってる感じせえへん、スパイダーもね、あっという間やったし、あとだからシンさんとかショウ君がどれぐらいの絶叫マシーン乗れるかのチキンレースやん、食べたさん、邪魔だ邪魔だ、ショウ君が愛やったから、そうそう乗れると思ってたから、シンさんばっかいじってたらみんななんか意外と言葉少なになっちゃって、いやいや、あなたはでも乗れそうな、もう大好き、うん、あの俺はもう人の作ったもの信用してるから絶対に壊れないっていう、なるほどな、うん、人が作ってるから富士急とかいけるの、あ、全然いけるね、ほんまにいけるいける、 A じゃないかで富士急まで向かう、勉強してなさそうやもん、喋ってそうやもん、それでさーって言いながら落ちてるよ今、落ちてる落ちてるよ、楽してる、楽しめてないよ、あんまよく楽しめてない、お前な、お前よ、勉強はだから上手は別にだから絶叫じゃないでしょ、早く動くのが嫌なんでしょ、言ったらそうで、高い揺れる速いがちょっと、高い揺れる速いそんなダメ押しのやみたいなそうね、刺激を与えられるとだから、なんやろな、ハリウッド・オブ・ザ・ライドとか、あそこまではもうちょっと、そうね、もう、正気の沙汰だね。次はだからあれよ、ジュラシック・パークよ。うわー、キューリウス・ベイ。もう、自殺行為ですね。いや、そんなことないよ。昔からあるもんだって。え、ちっちゃいジェットコースター、それをさっきさ、ちょっと喋ってたさ、はいはい、スヌーピーのさ。あんなの乗れない、あれ行けんの、なんかハリーポッターのところにちっちゃいジェットコースターあるのよ、スヌーピーに生きてるだけじゃないの、スヌーピーを下に見てるだけじゃなくて、違う違う、お子様でも乗れる、新型コロナウイルスによる国内感染拡大防止に努めています、一歩先に進むとね、厳しくなるんですね、アトラクションの待ち列では屋外はちょっと怖いな、足元の目印を目安にお二人様までどうやってみんなあんな乗ってる時で何を考えてんの、何も考えてない、楽しいなよ、そうなのよ、スパイダーマンに関してはシンさんうるさいなやったけど、あれはしゃあないで、あんなまおらへん、あんまおらへん、音声1回に対して2回ずつ喋る人おらへん、
ほんまか、そうか、うわー、そんなん言ってない、言ってない、同窓会ぐらいの、うおーって言っただけよ、なんでや、やめてくれ、もう終わりやーって、すぐ命投げた、めっちゃ回されてるんですよ、あんまおらへんよ、なんかスパイダーマンの、なんでそんなことすんねんって怒るやつ。ちゃんとせえつって普通に移動できたらいいんですよ逆に。ヒョンパだからすっごいずれたからさ、うん、ずれたよ、ヒョンずれたな、ちゃんとせえ、そういうもんやね、あれはな、イベントありきやね、上手もな、あれやけど激しくないからいいけど、そうそう、いいです、ね、そうよ、上手はもうなんかもう半ショーみたいなもんですからね、そうね、なってるだけで、そんなんいいね、ちょっとだけ揺らして、ちょっとだけ揺らして若干刺激してもらって、あとバックドラフトちょうどいいね、最後ガタッて、そうそうそう若手でもうわーってなるやつ、ターミネーターもね、そう最後ガタッて、どっちもやってない今日、そうなんですよ、やってない日もあるんやね、もうね、僕は好きなものが大体休みっていうね、マリカ行きたいよ、マリカ、マリカちゃうわ、マリオ、マリオエリア初めて行きたい、まあ、できてちょっといっぱい、ルイージとマリオが今日もいっぱいいますけど、多いね、やっぱりマリオが早いね、めちゃめちゃ早いよね、ここまで来たらもうこのすぐやもんね、ね、なんか気持ちいいね、のんびりとこう、そうそう、たまにサメがご挨拶して、サメさんご挨拶、もしかしたらここで、あの水最後なんでめっちゃ落とすね、飲めるのスパイダー乗るの、めっちゃ落とす、もう飲まれへんよ、めっちゃ落とすよ、一生そうやろ、これ根性飲まれへんよ、マジで今飲んときや、言われて、ね、飲めるとき飲んときや、何がさせられんだよ、指気にしてくるし、指ある、まだある、あるよ、あるな、怖いで、そんな乗る人、初めて乗る人の前に指あるって、今待って、聞いたら怖いで、なんかされんのかなと思う、本席は大阪、大阪、あ、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫、危ないよ、じゃあ大丈夫、ヒヤッとするよ、よかったよかった、めっちゃ差別的なされる、2週間休み取ってるってなの、取ってないよ、取ってない、なんて言うねん俺、厳しいかもしれない、じゃあワクチン、人によってはそれが嫌やねん、個人差があるっていうのが一番怖いねん、3回目ってもう受けた、受けてないよ、すごいとこついてくるよ、大丈夫かなって一回思うよ、いやいや大丈夫、ブブン言うてるわ、いやつ的なこと言ってる、言ってる、ね、行ったよ、すごいスピードでいったら面白いけど、1台だけ、待って待って、1台だけすごいスピードでいったらおもろい、ほんまに急いで行ってるみたいな、急行してるみたいな、そうそう、あびゃびゃ、今日はサメ出るかな、そう、そっちの方が面白いじゃん、出んかったらいいのに、出んかったら怖いな、再開するだけよ、出るか出ないかわからんってのが面白いかもしれんな、これ、そうやね、もはやみんな持ってるから、店員さん戸惑うんやろな、ねえねえ、やることないよ、楽しかったですね、いつもあれ、さあさあさあ来ましたよ、待ってる間なんかいろいろこう掲示物が、そうあるから、何の絵かわからんもんばっかり、何の絵かわからん、ほんまに何かを見つけてる、昔のミケハクめっちゃ指差して笑われてる、見つけたあ、じゃあ大丈夫よ、あんま怖くないよ、このテンションで見ていいやつかいるやつ、意外とね、ジョーズの映画を見てないから、あんま知らんねん、あ、見てないの、そうなんです、なんかのアトラクションありきやから、確かにういうこれが全部ですもんね、僕らの中でジョーズ、そうそうそう、これしかないもん、そうなんです、バックドラフトしかり、そうなんです、なんかなんか陽気な人がいるなだんだんみんな陽気なんですよ、そうです、もう乗るやん、はい、もう乗りませんやん、乗るよ乗るよ、はい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 、乗りますよ、ラジオじゃないもんね、移動しちゃってるもん、お前移動しちゃってる、さてさて、気持ちいいね、潮風が、ハリーポッター行ってマリオ行って、ね、クリスマスも見てちょっといい雰囲気になって帰ろうってモジモジしながら帰ろうみたいな、メンバーで2杯食うっていう発想がなかったからなかったな、いい機会よ、はい、なかったよ、ないないない、遊ぶも言ったことない、ないない2しかない、2だよ、忍者村は出たけど、忍者村よく出たけど
言うとかない。まだだってアトラクション1個しか乗ってないから。すごくないこれ。まさか9時に来て1個。余裕。シャクシャク。そうだね。シャクシャク。ついたみたいです。誰や。知らん知らん人の名前。知らん。ボルデモードの一緒やから。名前言ってはいけない。あ、もうついた。なるほど。ブルタにもついたみたいなんで。ついたみたいなんで終わります。終わります。じゃあラジオでした。船で、ね、拾えるかな、鳥谷さんとボランかな、直で来てもらっていい、直で来てもらって中入ってもらってバタフライでな、来てもらってバッシャバシャというわけで、というわけでまた本編が普通に動画として上がると思うんで、そうですね、こちらも楽しみにしてください。バイバイ。